いやでもほんま分からんわ、りんたろがどう思ってんのか分からへんしな。誘われてばっかりだよね温泉。そう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 、誰かといる時の和歌ってなんかちゃうんかな、りんたろの中で。え、2人だけの時なんかすごいまた変わるってこと。あ、でも私そう思ったのが、うん、なんかそのバチェラーって彼とカメラの前での時間だけがさ判断基準じゃん、うん、まあまあ、そこだけを見ると強いのかもって思った和歌ちゃん、うん、まあまあそれを見極めてほしいと思うけどね。私あんまり人のこと嫌だって思わないの。ちょっと初めてぐらいにうわって思った人だったから、なんかどんな神経して今こんな話しかけてきてんだろうって感じがしてる。それはまあそうあるか。だからもうすごいおかしいと思ってるこの子。自分がさローズもらえへんくて若がもらってきたらどうする。もうかなりもうおーってなるんちゃう。もらってきたら、うん、でも客観的に私は会ってないと思う、あの二人は。ただ私は若尾さんは嫌いっていうだけ。みんなも合わせてそういうこと言うからね、女の子って本当はどう思ってるか分かんない。もうね、あんま信用してない、もうみんな嫌い。実際マミラもちゃんと分かってんのかなみたいな風にも思い出してしまった。 もはや逆にね。え、どういうこと。若は悪気もなければ表裏もないと思うんですよ。感覚でやれちゃうそういう器用さがすごいなって思うし、多分いろんな世界を生き抜いてきたからこそそういう若になったのかもしれないけど、凛太郎は多分若の芯の鋭さっていうかそこを見てるんやとは思う。